安楽問題。40人が見て見ぬふり。楽天は30日、複数の後輩選手に対するハラスメント行為が発覚した安楽智弘投手を次年度の契約、保留選手名簿から外し、自由契約になると発表した。問題を各メディアが報道した25日以降、球団が全選手、監督、コーチ、スタッフを含め計137人を対象にアンケートを実施した結果、回答率 92% で、見たり聞いたりした選手は約40人もいたことにネット上では狂気の声が上がった。被害者を含めると、4割近くがハラスメントを認知していたことになり、X では、楽天の何がやばいって40人が、見た聞いたと言っててそれを止めない、注意しないってところよ、被害者10人、目撃者40人もいるなら、もう少し早くなんとかならんかったの？そん中に安楽の先輩も絶対おったでしょ？止めんかったの？など、パワハラを認知していた側に対する辛辣な声が上がった。一方、俺は安楽は責められても、見聞きした40人は批判できないな。40人と同じように、その場の雰囲気で、必ず注意できている自信がない。見聞きした人が40人って言っても、その人たちが安楽より下の身分だったら結局、声を上げるのは難しいだろ感はある。など、擁護のコメントも見られた。使えないメジャー帰り W。その40人の中の誰かが告発したのかもしれないのに、誰も止めなかったと断定して良いのか。一番驚くポイントは、この程度の実績のやつがなぜここまで？いじめパワハラはあかん。それを傍観するのもあかん。体育会系では先輩に逆らえない雰囲気があるからな。楽天、憶測はやめてください。チームメイト止めんかったのと批判されてんのか。楽天、球団として終わったな。その40人の中に先輩やコーチ、もしかしたら監督もいるかもしれないもんな。この人よりパワーがある奴が止めなきゃいけなかったんじゃないのか。そもそも安楽はそんなにチーム内で力あったのか。言うほど実績ないやろ。来年は若手が躍進する年になるよ。石井や投手コーチは知らないわけないだろ。知らなければそれはそれで無能の証拠。